こんにちは、どうも、ハセですってことでね。もうお昼回ってね、もう2時半でございますわ。いや、腹減った。腹減ってどうしようかなと思って。ちょっとね、いろいろね、レビューするやつが溜まってたんで、やっていきたいんですけども、まあちょっとね、それはさておき、いろいろ溜まっていってますけども、まあね、新しいやつを見つけたんでね、まあまずはこれをやっていきたいかなと思います。まあトレンドやと思うんでね、もう、なんやろ、ちょっと過ぎ去ってしまったやつはとりあえずまあいいかなって感じで、もうトレンドのこれを言っておきたいと思いますよ、今日は。はい。おにぎりせんべいね。はい、三重県といえばおにぎりせんべい。まあ、マスヤっていうね、会社があるんですけども、これはマスヤが出してるんじゃなくて、多分あれかな、エースコックが出してるやつですね。まあ、権利ね、渡してるやつかな。結構ね、いろいろね、他のメーカーさんとコラボしてね、いろいろこういうインスタント食品とか出してるやつありますよね。まあ、これは、マスヤ監修ってなってますけどね。はい。まあ双方ね、話題性もあり、広告宣伝効果もありいいんじゃないでしょうか。まあ三重県といえばね、お菓子といえばもうマスヤのおにぎりせんべい、もしくはね、ベビースターラーメンね、はい、おやつカンパニーのベビースターラーメンっていうのがね、もうお菓子メーカーね、2大トップでございます。おにぎりせんべいもね、結構ね、全国的にね、流通してるみたいで、僕としては嬉しい限りでございます。ちょっとね、他の地方行ってね、コンビニとかに置いてあったらね、コンビニでも売ってるんやこれみたいなね、ちょっとね、感動したりしますけれどもね。はい、まあいろいろね、三重県お菓子が盛んでございます。まあ赤福餅もね、近畿全域で買えますしね。まあ僕はね、伊勢のお土産言うたらね、どっちか言うたら赤福よりも変馬餅の方が好きなんでございますけれども、はい、まあそんな話はあったというわけですね。今日はこのおにぎりせんべいの焼きそばを、食べていきたいかなと思ってますよ。はい、じゃあ揚げていきます。おにぎりせんべいね、結構県外でも売ってるんでね。はい、熱湯5分開け夢の扉、こっちから開けようか。開け夢の扉、はい、ちゃんとここで止まるっていうね、ベリベリで全部いかへんっていうね、安心感、はい、調味タレ、はい、赤い袋入ってます。よいしょ。はい、調味タレ、はい、赤いの入ってます。で、後入れ火薬、はい、緑の袋入ってますね、はい、と、こんなもんか。あ、だからこの2つですね。はい、麺は結構こんな太い感じですね。はい、2袋入ってるだけでございました。ってことで、まあ、タレは最後でございますので、先はこの、後入れ火薬、あ、後入れ火薬、これ最後や、ラストやね。ってことで、最初はこの麺だけでね、お湯を入れてくれっちゅうわけですね。多分そやね、よく読んどこ。焼きそば久しぶりやからね、最近ようわからんのあるしな。うん、A から B まで線の線まで開け、調味タレ後入れ火薬を取り出し、熱湯内側の線、内側の段まで注ぎ蓋をする。はいはいはい、ね、5分後ね、全部入れるのは。はい、ってなわけでお湯入れていきたいと思います。デンデレデレデレデッテッテンデレデレデッテッテンデレデレデレデッテンデレデレデッテッテンデレ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 デレデレデッテッテン。結構お湯いるね。はい、お湯入れましたってことでね、よいしょ。はい、じゃあ5分待ちたいと思います。はい、5分スタートってことでね、はい、待ちたいと思います。はい、皆さんね、琵琶湖大賞、はい、僕ね、行ってきたやつ、動画見ていただけましたか？最高でしたね、はい。やっぱね、近くのレース場でね、
こういうでかいレースがあるとね、やっぱね見に行きたくなりますよ。行ってよかったです本当にこれね。おっと、はい、じゃあ5分経ちましたってことでね、よいしょ。はい、5分経ちました。さてってことでですね、お湯切りしていきます。よいしょ、後入れ火薬最後だね。よいしょ、湯切り口を離します。さあ、どんな具合ですかね。おっと、硬っ、めっちゃ硬くくっついてるな、これ。エースコックの焼きそばとかめっちゃ久しぶりだから、どれを先に入れるの。あ、これを先か、もちろん、そりゃそうか。はい、調味料入れます。てか、あれだ、箸がいるわ。箸どこ行った。あれ、どこ行ったよ、箸。はい、ってなわけでね、食べていきたいと思いますよ、てか作っていきたいと思いますよってことでね。はい、麺こんな感じです。結構太いね。まあ5分待っただけあるわ。やっぱり太いから5分待たないとダメだね、これは。なんだこれ、マジックカットじゃねえ。あれなんだこれ。あー、いたいたいた。ねえ、今全部大体マジックカットになってるじゃないですか。あれ、マジックカット発明した人相当儲けてやるやろうな、思うけど。これはマジックカットちゃいますね。はい、すごいすごい、あーすごい、食べるラー油みたいな匂いする。なんやろ、濃いなあ。うわ、おにぎりせんべいの、あの、はいはい、醤油せんべいや、醤油せんべいの匂いになってきた。はい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 、イタリアンスパゲッティちゃうか。はい、あと入れ火薬。これもマジックカットちゃうやんけ。はい、開け口から開けろってやつですね。そっか、ああ、はいはい、刻みネギな。あ、それはあと入れ火薬や、そういうことね。はい、できました、じゃーんってことでね。はい、おにぎりせんべい味ってことでね、一体どんなもんなんかっていうのは大変興味深いんですけども、食べていきたいかなと思います。いただきます。どんな味しようやろね、これ。うん、うん、なるほどね。まあ醤油せんべいの感じやね、おにぎりせんべいみたいな、こうわけわからん味やけど、この海苔があることによって、あ、おにぎりせんべいやって思ってしまう。海苔ないところだけ食べてみようか。これ多分絶対わけわからん味やで。うん、ふん、うん、なんやろな、これ、けったいな味しよんなみたいな感じの味ですね。この海苔がないとこ食べると、おにぎりせんべいって分かって食べてるからあれだけど、普通にこれ食べるとなんだこの味みたいな味だけどね。海苔があると一気におにぎりせんべいになる。うん、
まあ当然おにぎりせんべいを食べた方が当然そのね美味しいし、焼きそばはやっぱりね塩カルビとかああいうの好きやからあれ食べた方が美味しいかなと思うけど、まあ面白いね、まずくないし、あこうやってねフードサイエンスで再現できるんやなっていう、やっぱりテクノロジーのね興味ある方は結構いいんじゃないですか。うん、へえ、すごいね、やっぱこうやってね焼きそばなんでもねいろんな味出てますけど、やっぱフードサイエンスのテクノロジーはもうすごいですわ。うん、感心で、ほんまにこれ海苔の多いとこ美味しいな。海苔が引き立つんやろね、この味は。おにぎりせんべい食べてるって感じでも焼きそば食べてるって感じでもないけど、まあまあまあ焼きそばかおにぎりせんべいの味なんやなっていう感じで、でまあこの海苔多いとこはとりあえず美味しいですわ。すごいね、これ別の食品で再現率高い。うまいこと作りよるんですね。あとね、まあちょっといい感想も言うなら、おにぎりせんべいってあんまり一袋食べるのって結構しんどいじゃないですか。あれ少ないように見えてね、これね5分待って太麺の焼きそばやから結構きついんかなと思いきや、これ普通の焼きそばでこの太麺やったら結構きついけど、この味やったらなんてことないね。もうなんか麺っていうよりはこうやってもうね束ねてこうボソボソっていってしまえる感じやね、スパゲッティみたいな感じで。あんまりすすってゾゾゾって食べるっていう感じじゃなくて、こうやって普通に食べてますけどね。うん、美味しいねこれ。うん、そうか、海苔のあっとこはだいぶ美味しいな。なんやろ、やっぱ海苔ありきやね。結構海苔をまんべんなく巻いた方がいいと思う。僕偏ってバサッといってしまったから、かやくって何入ってんのかなと思ったんやけど、海苔なんやみたいな。海苔やったらこうねパラパラっといったのにみたいな。僕またパラパラって混ぜてね、ほんでこうガーってかき混ざすタイプかなと思ったんですけど、なるほどね。いただきました。はい、ごっちゃんです。うん、おにぎりせんべい、焼きうどん、あ、焼きうどんなんやこれ。焼きそばちゃうやん、焼きそばちゃうこれ、焼きうどんや、焼きうどんって書いてあるわ。そらせやわね、焼きそばじゃないわな。へえ、焼きうどんってのがもうこうやってカップで出るようになったんすね。もう今までカップラーメンかね、カップうどんかカップそばか、まあねカップ焼きそばかみたいなね種類しかなかったのに、それがねカップのスパゲッティが出るようになって、まあ今ねそうめんとかも出るようになってね、ついに焼きうどんが出ましたか。すごいですね。まあ焼きそば言うて焼いてるわけちゃうし、焼きうどん言うて焼いてるわけじゃないけども、茹でてるっていうかねこうやってるだけやけど、いやそう考えたらすごいね、やっぱり食の進歩っていうのはね、ほんとインスタントでいろんなもんが食べれるようになってきてね、便利な世の中かなと思います。ほんとね、フードサイエンスのテクノロジーもやっぱどんどん進化してますね。いやいいんじゃないですか。やっぱそのね、どうしても時間なくてねインスタント食品続きになってる方とかもね、もうラーメンばっかりええわとかね、もうやカップうどんばっかりもうええわ、暑いしなんかね、その汁のないもん食べたいな思ったら焼きそばばっかりになるじゃないですか。もうカップ焼きそばも飽きたなっていう時にやっぱね、こうやって焼きうどんもいいんじゃないですか。まあでもこんなね焼きうどん言うても、このちょっと遊んだ味やったから、純粋な焼きうどんのこういうねカップ系のやつもね、ちょっと僕初めてっていうか食べたことないので、まあ純粋なタイプのやつも一回試してみたいかなっていうのもありますね。でも食べた後のこの口の醤油感、ほんまにおにぎりせんべい。はい、そんな感じでね、ますやのおにぎりせんべい、三重県はねこれが、まあ一応ね有名なお菓子の一つでございます。まあエースコックさんからね発売されておりますけれどもね、よかったら、三重県のねますやのおにぎりせんべいもね、食べたことない方おられましたらね、見つけていただければ、嬉しいかななんて思います。はい、三重県はねますやのおにぎりせんべいと、あとはねまあ世界規模で言えばね、おやつカンパニーのベビースターラーメン、はい、あれはね世界各国に、売られておりますんでね、そっちの方はね結構おなじみかなと思いますが、ますやのおにぎりせんべいも三重県でございます。はい、
まあ、この焼きそば自体はどこかな、大阪で作ってるのかな、エースコックって感じだけどね。はい、暑い中積み込みねされた運転手さん、ね、お疲れ様でございました。美味しくいただきました。ありがとうございます。トゥデイズハセサンズボーイン68点、はい、そんなもんかなと思います。はい、皆さんもよかったらね、食べてみられてはいかがでしょうか。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。チャンネル登録よろしく。